っときましょう。さあそして順番にこちらの方にお越しください。ゆっくりでいいからね。はい、じゃあ1番がジャーボーなので、ジャーボーは前のところに行っていただいて、他のね次の順番の子たちどんどん奥の後ろの方で待っときましょうね。どうぞどうぞ。はい、パパでもじゃあこの辺いてよ。はい、出てくる大蛇の化身なんですよ、ね、この大きな角とか耳とかついてるんですけれど、本物の大蛇山は体長5メートル、高さは3メートルもある、とっても大きくてごつい大蛇さんなんですけど、ジャボはとっても小さくて可愛いです。ワクワクやってきたんですけど、今日はね大牟田のグルメを一つご紹介したいと思います。ここね須崎は鍋焼きラーメンがね名物なんですけれど、大牟田グルメ今日ご紹介するのは、出ますかね、画面出ますか、じゃじゃん、大牟田ラーメンでーす、ね、九州といえば豚骨ラーメンね、そして博多ラーメンがねめちゃ有名なんですけど、実は大牟田にもね、食べてる大牟田にはね大牟田ラーメンといってございます、もちろん、濃厚豚骨スープなんですけれど、今日はその濃厚豚骨スープ大牟田ラーメン、ふるさと納税返礼品にもなっている力ラーメンをご紹介いたします。じゃじゃーんじゃないですかね来ました、美味しそうでしょう、実はです、美味しそうでしょう、ありがとうございます。実はですねこの濃厚豚骨ラーメンなんですけど、麺にも秘密がありまして、福岡県産のラーメンに合う小麦ラー麦を 100% 使用しております。はいそしてですね、三池さんのからし高菜がトッピングについていて、キリッと辛くて、もうね食べ止まらないぐらいの美味しさになってます力ラーメン。今日は物販ブースの方で限定15食用意してるので、ぜひね皆さん後でブースの方に立ち寄ってください。いい？じゃあちょっと長くなっちゃったんですけど、やっぱりここに来たからにはジャーボー体操をやりたいと思います。カトル、イケちゃん皆さんもしよかったらね一緒に踊ってくれると嬉しいです。ではミュージックスタート。僕の名前はジャボ、ジャボ、大牟田
ました。あ、ちょっと子がいたので椅子どうぞとかやってたら終わってました。すみませんでした。はい、ということで続きましては岡山県赤岩市の赤岩ももちゃんです。お願いします。はい、皆さんこんにちは。岡山県の赤岩市というところから来ました。明るく、可愛く、いつでもワクワク赤岩ももちゃんです。よろしくお願いします。県赤岩市は清水白桃などのジューシーな桃や種なし皮ごと丸ごと食べられるシャインマスカットといったブドウが特産品です。ももちゃんも赤岩でしか食べられないジューシーな果物が大好きなんだよね。ももちゃんも大好きだそうです。ももちゃんなんですけど、赤岩を代表するフルーツ桃とブドウがモチーフになっているキャラクターです。特にこのワンピースの裾についたブドウの粒がももちゃんのお気に入りのポイントです。そしてももちゃん、今日は皆さんに会えるのをとっても楽しみにしてきました。今日はなんとももちゃんが皆さんに何か披露してくれるそうです。ももちゃん、今日はなんと皆さんにダンスを披露してくれるそうです。ありがとうございます。曲なんですけど、お隣にいるユッフィのグループキャラットさんが作ってくださった曲です。福島県浪江町のウケドンとのコラボ曲になります。今日はなんと特別にユフィが一緒に歌って踊ってくださるので、ももちゃんちょっと一緒に頑張ろうか。今日は一番のももちゃんパートを一緒に踊ります。よかったら皆さん手拍子をお願いします。ももちゃんのブースは私から見てあちらにたくさんグッズを用意しているので、よかったら皆さん遊びに行ってください。グッズを一つ買ってくれた方にはガチャガチャをしてもらっているので、よかったら皆さん買ってください。それから後ろのモニターをちょっと見てもらいたいんですけど、ももちゃん今月の15日がお誕生日です。ありがとうございます。メッセージをたくさん募集しています。メッセージをくださった方にはももちゃんからお返事があるので、よかったら皆さん送ってください。メッセージをよろしくお願いします。ツイッターもしているので、ぜひ皆さんフォローしてください。じゃあももちゃん、あ、ユフィにお礼を言ってありがとうございました。じゃあ皆さんに最後に可愛いポーズでももちゃんご挨拶しようか。じゃあももちゃんいくよ、せーの、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。では続きましてご